杉並ニュースマチカロンナウ。さあ始まりました。この番組は杉並区のさまざまな場所から杉並区の今をお届けする5分番組となっております。アミー5分、アミー5分出ましたね。した、今回担当するのは我々次男ボーイズと申します。よろしく。スパイシー、刺すような視線がね、学生の皆さん、スパイシーありますけどもね。今回この天沼のね、日大第二中学校にね、やってきておりますよ。やってきてますよ。今回こちらの中学校の野球部が、東京都の春季大会において、はいはい、50年ぶりに優勝されたということで、コングラチュレーション、おめでとう。今回の激励も兼ねて、ちょっと練習にお邪魔しようっていう。なるほど、いいじゃないですか。どうですか、野球経験者の。やっぱりね、中学校のね、皆さん優勝おめでたいけど、今日はね、私のこの大人の野球、アダルトベースボールを皆さんに教え込みたいなと思ってます。あ、そうですか、大人までやってたんですか、野球。小2から高校まで。いや、変わんないですけどね。教え込みますよ。そうですか。じゃあ、そのやる気をぶつけてくださいね。オッケー、行きましょう。杉並ニュースマチカロンナウ、行ってみましょう。恋はいつだって直球勝負。50年ぶりに優勝ってことなんで、おめでとうございます。おめでとうございます。やりましたよ。ねえ、やっぱり僕は野球経験者じゃないですけど、やっぱり50年ぶりってね、50年ぶりってすごいですよね。ねえ、まずはストレートに今回の、まあ、優勝できた、その要因というか、なんか理由はここだっていうのなんかありました。いや、もう本当に1試合1試合やっていく中で、チームがすごい成長してるなっていうのを感じて、もう最後は僕何もしてないですけど、はい、選手がすごい頑張ってくれました。ね、悪い意味じゃなく監督っぽく、ね、ないというかね、か近所のお兄さんみたいな。そう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 、お見出ししてくれるお兄さんみたいなね。そうですか、選手の力が大きいと。そうですね、すごい謙虚な。じゃあ結局まとめると、福島さんは何もしてないってことですか。そうです、まあね、このインタビュー無駄ってことですか。選手に聞いた方が早いってことですか。それは否定してください。それは否定してくれ。毎日がグラウンドで、え出てんだから、焼けて日焼けしてんじゃないかよ。優勝してみて率直な感想というか、はいはい、ここまで来れたのもみんなが、助けてくれたおかげなんで、とても今嬉しい気持ちでいっぱいです。まあ、僕は別に大した働きはしてないですけど、まあ、内田君が4番としてちゃんと働いてくれたので。春、ベストには行って、で優勝っていうのを目標にやってきたので、それを達成できて本当に嬉しいです。自分の力だね。いや、ちょっと自分ちょっと思ってる、俺のリードのおかげだみたいな。いや、それは、いや、正直ちょっとちょっとだけ思ってる。いや、思ってない。思ってない。チームしっかりしたっていうことですかね。はい、そう。一つだけ聞きたいことあります。好きな女性のタイプは誰ですか。カメラ目線いらないだろう。楽器が好き。やっぱり楽器、楽器好き。やっぱりやっぱ武井絵美さんとか。やっぱほら、じゃあそれで動いて、わかった、はい、はい、していこう。よし、はい、じゃあ、壊れて壊れて、最後ファーストファースト、入った入った、はい、ゴール、はい、ゴールだ、ナイスボール。2つ2つ、はい、3つ3つ3つ4つ、よっしゃ、投げ投げ投げ、ファースト、うわ、狙った、ファースト、ファースト、あー、やったー、ちょっと今のはなんか石があってボール跳ねました。ごめんなさい、ボールが違うんだ、違うんだ、違うんだ、おお、来た、おっしゃ、オッケー、はい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 、よっしゃ、オッケーオッケー、あ、石ちゃん、石ちゃん、石来ました、石ちゃん、よしよしよし、はいよしよしよし、え、川口でやるからって怒られちゃった。部活です。楽しいもんです。楽しいものです。僕の人生です。大事なものです。人生です。情熱です。人生です。自分自身を成長させてくれたことです。人生です。僕の彼女です。僕の部活です。困った時に助けになるものです。人生ですね。楽しいもの、都市関係なくできるスポーツだと思います。夏は勝つぞ。よし、せーの、マチカロナウ、イエーイ。しんどいですね。でもレベルがやっぱ高かったですね。いや、レベル高すぎましたね。ね、やっぱりありますからね。ちょっとね、これはちょっと夏も期待できるんじゃないですか。いや、そうですね、期待したいですね。そうですよね。僕応援行きますわ。あ、応援行きますか。うん、マネージャーの石井ちゃんとね、ちょっと仲良くなったから。まあまあ仲良くなってないけど。じゃこの辺で杉並ニュースマチカロンナウ、また見てね。また。